はい、大変長らくお待たせいたしました。ただいまより会見を始めさせていただきます。まずですね、先日の7月16日、大阪大会におきまして、石井圭介選手はこのいつでもどこでも挑戦権を守りきりましたので、7月23日に予定されておりました、KOD 無差別級選手権試合チャンピオン竹下幸之助対挑戦者石井圭介が、正式決定いたしましたことを報告させていただきます。それではですね、挑戦者の石井選手、一言意気込みをお願いいたします。まず、いろいろ林さん通りお世話になってて、この一度をまず守りきってタイトルマッチに挑めるということになったので、そこはほっとしています。そしてこのタイミングで4度目の挑戦、勝てば両国のメインが見えてくるということで、このチャンスを逃す手はないと思っています。そしてあとまたはっきり言うけど、やっぱ両国のメインを竹下対遠藤にはしたくない。上の世代には原島 D、井口という世代がいて、その下には竹下、遠藤、樋口という世代がいて、その狭間であるいわゆる若手通信世代、他には入江、高尾、秋と平田などがいて、入江君はKOD にとって、一時代築いたかもしれないけど、この世代であまり KOD 挑戦自体もあまりないし、はっきり言って DDT の中心にこの世代はいけてないと思っているので、自分はこの世代の気持ちも勝手に背負って、そして下の世代である竹下と遠藤の両国メインは阻止したいと思います。そして自分が両国メインに立ちます。では竹下選手お願いします。まず自分が負ける要素はないと思います。石井さんも世界ジュニアのベルトを巻いたり、全日本でも活躍してね、 DDT でもしっかりエクストリームのベルトを巻いてますし、あとはこのベルト KOD 無差別の、あとはこれを取るだけっていうとこまで来てると思いますけど、石井さんももうすぐ10年ですか、10年ですか。僕は来月でその半分で5周年になるんですけど、キャリアどうこうじゃなくて、自分もそれに負けない経験してきてると思うし、 KOD のベルトもこれ2回目なんで、巻くのもう運だけで来てないんで、僕は実力でここまで活動できました。なんで先日の岸和田グレン隊との試合もあって、その中でも今一番強い、自分はこの5年間の中で一番強くてベストだと思ってるんで、負ける要素が僕は正直見つからないし、世代世代って言ってるんですけど、僕は別に竹下遠藤とか、遠藤と世代というものでくくってほしくないし、僕は個人で竹下幸之助という個人で DDT の看板しょってるんで、石井さんも石井圭介として僕に真っ向から挑んできてほしいと思います。それでは何か質問などございましたらお願いいたします。竹下選手、先日横浜大会で、石井選手と対戦前哨戦やられた時、場外で、垂直落下式のダブルアーム DDT を食らって、戦線離脱状態になってましたが、石井選手試合後、ああいう非常な手段にも出るとかリミッター外していくというコメントがあったんですけども、竹下選手試合後コメント出せなかったんですけど、それについて改めて。あれは予想はしてなかったんで、ここまでやるんだっていうのは僕は記憶を取り戻して試合終わってから思いましたけど、そのつもりで来るなら、自分もそのつもりで来るんで、倒し合いというよりは壊し合いになるんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、石井さんも両国のメインを狙ってて、もちろん僕もチャンピオンとして両国のメインを狙ってますけど、お互いそこへのステップアップじゃなくて、後楽園でお互いが潰れるような、そういう試合をしたいところですね。先のことを考えているようにないんで、はい、まず今僕はベルトを防衛するんです。石井さんはこのベルトを取ること、そのぶつかり合いにしたいと思います。他にはございませんでしょうか。石井選手、先ほど若手通信世代っていうお話がありましたけれども、その世代でこう切磋琢磨してきて、まあ、上も下も強い選手がいる中で、自分たちの世代だからこそ培えたものみたいな、何か感じるところがあれば。それはもちろんありますし、まあ、若手通信という大会、あれは、まあ、すごい苦しいこともあったし、悔しいこともあったし、まあ、でも青春だし、世代の絆というのは通じ、あとは何でしょうね、まあ、はっきり言って、自分は思ったこと言っちゃうから言うけど、別に、ね、なんか DNA とかでなんか比べたりするけど、若手通信の試合は別に、まあ、負けてないと思ってるし、経験が今、自分には生きてると思ってるんで、経験というのはかなり自信もあります。はい、他には武田選手、ちょっと話変わるんですけど、吉村選手が、先日越冬のどこどこの挑戦権、まあ、なんか本人は両国で使うみたいな話をしたんですけど、まあ、GM から両国では使えないよと言われて、ちょっと本人も面食らった感じだったんですけど、吉村選手に対してはちょっとどういうお考えを今お持ちですか。まあ、吉村、僕の大切なものを奪っていくって言ってね、いろいろ失敗してましたけど、先日の大阪大会ではうちのお母さん稽古取られてますんで、これは僕は黙ってられないですよ。はい、何が僕は許せないって、この試合本当に自分自身もきつかったし、メイン岸和田君に代転して本当に自分のすごい大きな経験になりました。なのに会場がみんながどの時よりも声を出した瞬間というのは稽古コール、これはやっぱ許せないですね。はい、おかんから帰りのバスの中で LINE が入って、興奮して一睡もできひんわっていうラインが、いや、これやっぱね、レスラーとしてやっぱ負けられないですよ。ちなみにお母さん、ちゃんとその日は家に帰ってきたの？それは知りません。それは知りません。吉村とどこかに行った可能性も、その辺は知りませんけど、はい、とにかく興奮して一睡もできなかったらしいです興奮はしてた。はい、そんなあんだけ不立第二で、はい、あんなに自分の名前をコールされることないですからね。ああ、それは嬉しいでしょう。ちなみに石井君は吉村に対してはどうですか。まあ、23日にベルトを取ったら、まあ、吉村が一度こう使ってくる可能性もあるわけですけど。そうですね、まあ、今日の吉村直美に関しては、まあ、なんかチェックしちゃって、まあ、悔しいけどチェックしちゃうんですけど、あれ面白いですよね。まあ、ただその吉村が今一生懸命竹下に嫌がらせとかして竹下に標的を定めてますけど、まあその竹下に挑戦することは吉村はないので、まあ自分に決まった瞬間慌てて自分の大事なものが調べに調べて盗みに来ればいいんじゃないですか。はい、前回、まあ、竹下のお母さんが盗まれてるわけなんだけども、石井君もね、石井君のお父さんを盗まれる可能性とかね。まあ、それやめてください。その話。石井君のね、もう石井君のお父さん鍛えてるっていう話で。やめてください。ベンチプレス150上げたこともあるぐらいね、猛者だっていう。うちのお母さん150ぐらい上げれますよ、それは。でも盗まれてるわけだよね。まあそうですけど、上腕今でも38センチありますから。何やってんのお母さん。お母さんもうちの焼き鳥屋さんで手伝いしてます。それでそれをキープしてる。それでキープしてます。だからお父さんにも伝えといた方がいいと思います。いや別に俺おとんたいおかんの対立じゃないですよ。いやいやそれはそうです。関係ないと思います。はい、はい、続きまして DDT エクストリーム級のタイトルマッチに関する会見を行います。先日の博多大会で、ラストマンスタンディングルールで、タイトルマッチを行いましたが、両者ノックダウンの末、引き分けにより、チャンピオンの佐々木選手の防衛ということになりました。チャレンジャーのジョイ・ライアン選手の方からリマッチが要求されましたので、7月23日後楽園で、タイトルマッチを行うことになりました。肝心のルールなんですが、佐々木選手の方からララーマッチ、で行いたいという要望がありました。リングにラダーを立てて、上からベルトを吊るして、ラダーを使ってそのベルトを取った人がチャンピオンというルールなんですが、ちょっとですね、ベルトが上から本当に吊るせるかどうかちょっとちょっと確認させてください。いつもね、いつどこで権利書とかは吊るしてるんですけど、あれは軽いんでできるんですが、ちょっと実際にベルト重いんでね、吊るせるかどうかいろいろちょっと後楽園さんとかと相談して、決めさせてください。ひとまずラダーマッチで、やるということは決定で。はいお金使えばいいじゃん。まあまあちょっといろんな問題もあるんで、ちょっとはい、まあ前向きに検討ということで、お願いいたします。それでは、ジョイ・ライアン選手一言お願いします。 Okay、I lost the Iron Man title、to a zombie, so now I would like to bring the Extreme title back to America, and because the Extreme title has、all the rules, any rules I will make the Extreme title the new Iron Man title and make it 24/7. では佐々木選手お願いします。博多でジョイ・ライアンと引き分けて、この大事なエクストリームのベルトを返上して。いやいやいや、返上はしてないでしょ。返上してないですよ。まあそのベルトをね、また手に入れたいというわけで、吊るしてラダーに登って取ろうかなと。はい、そもそも返上はしてないんで、チャンピオンが佐々木選手という状況は変わりませんので、はい、まあジョイ・ライアンというのはですね、はい、非常にもうなんていうか生態系から素晴らしいチンコがでかい。生態系から素晴らしい。その選手にね、ちゃんと勝ってこの返上したベルトを取り戻したいなと思っています。でも吊るせないでしょ。いやまあちょっと考えますんで。じゃあまあ代わりにローラとか吊るしてもらって、うん、ローラ吊るす方が難しいから、ローラ吊るせるんだったらベルトは吊るせるよ。いやいや、ローラの方が軽いってこと。いやいや、そんなローラ吊るすんだったらベルト吊るします、ね、はい、まあちょっと考えさせてください。じゃあ何か質問などございましたらお願いします。じゃあ佐々木選手、ルールにラダーマッチを選んだ理由は。やっぱり私の返上したベルトをなんでしょう、手元から一度離れたものを返上してないんですけどね、取り戻すためには高いところにやっぱ登らないと、はい、上位のチンコのサイズも乗り越えて一生懸命頑張ります。他にはございませんでした。ジョイ・ライアン選手、横浜で、アイアンマン監督を落としてしまったんですけども、もともとこのタイトルマッチ、ダブルタイトルで発表されていたので、それまでに取り戻したりとかっていう予定は考えておりますでしょうか。それとも、もうこのベルトに集中して、タイトルマッチを待つような感じなんですでしょうか。Well, I'm sad that I lost the Iron Man title, but that gives me more motivation to win this title because I don't have any titles now. So I want to win this title and make this one my title. ありがとうございます。他にはございませんでしょうか。先生、先日横浜大会でも選手の股間にだいぶ苦しまれてたと思うんですけども、今回に向けて対策みたいなものは練られてますでしょうか。モンスターコックというオルノを毎日。毎日同じものをモンスターコックをここが超でかいんですけど、それを見てます。皆さんもちょっと Google で検索して。対策はあるんだ。じゃあそのいやこれかなわんなと生態系にはかなわんな。生態系って何なんだよああそれね、思っております。はい、他にははい、お二人にお聞きしたいんですけども、今回、ラダーマッチということで、ラダーマッチに対する思い入れや何かこう印象などがあればお願いします。じゃあ上位から。I do have a little bit of experience in the ladder match, so I'm not afraid of it. So I have a little bit of knowledge about it, but I think I am more motivated to win than Sasaki, and I will become the new extreme champion. じゃあ佐々木選手はラダーマッチ。ラダーマッチ、いや特に思いつきで決めただけなんで。そんなに思い入れがあるわけではない。思い入れはないですね。Okay, Joy. Shake that. Oh.バカだろお前。ラダーで動かないだろお前。うわあ。じゃあ。おお。死ねー。お。うわー